オランダ最初のご飯は中華です。これすごいです。そして寝てます。今デンハーグの中央駅に着きました。こんな感じの駅。今日はまた前回もお世話になった金子さんに会っていろいろオランダ移住への、準備をしていきたいなと思っています。あとはお父さんお母さんにハーグの街並みを見てもらいますが、若干天気が悪いです。バルセロナ滞在3日間が終わって、今日からオランダです。バルセロナ3日間、まあ、感想としては自分が昔行っていたクラブに行けたりとか、お世話になった人に会えたりということですごく良かったですね。なんかまた新しい刺激をもらえたというか。で今度はオランダなんですけど、移住のための準備ということで、デンハーグに今来てます。ただもうバルセロナは結構天気が良かったのに、オランダは寒くて、天気が悪いと。でちょっとへこんでます。プラス今回撮ったホテルがネットで撮ったんですけど、ネットの中の写真とですね、実物がもうあまりに違いすぎてかなりびっくりしています。そんな面白いいろんな出来事もありつつのオランダスペイン旅行ですが、なんとかみんな体調も悪くなってなく元気に過ごせているので、ひとまず安心です。デンハーグの中華街に行きます。オランダ2日目の晩ご飯です。お父さんお母さんもちょっとお疲れのようです。ミキちゃんはどうですか。絶好調でございます。楽しいです。この子も絶好調です。ありがとう。ここにも絶好調です。ほらいっぱい来て、ちょっと待ってて。さらにポテトが来ました。あっちよ。あっち、あっちでしょ。あっちでしょ。今日はオランダ3日目です。これ今朝7時半でこんな真っ暗です。後ろに見えるのがこれが、駅アムステルダムの中央駅です。今からロッテルダムに向かいます。アムステルダムの中央駅で遊ぶ2人。そうみたいです。今トラムに乗って、海の方に向かっています。おはよう。本当に、お父さんお母さんのこう案内というか観光っていう感じなので、今までの旅とはまた違った感じで面白いです。これから冠水場バスに乗ってヒンダル大学という世界遺産の風車から行きます。今水上バスに乗りました。割と
第3のキンデル大工に着きました。見えますかね、これずっと向こうまで風車が見えます。なんか本当にのんびりというか、今回の旅はオランダに来てからバタバタせずに本当ゆっくりしてる感じなので、それはそれでとてもいい感じです。アムステルダムで初めてのラーメン体験です。豚骨ラーメンです。美味しそう。今アムステルダム市内のバーに来てますが、アヤックスがすごい好きで、アヤックス大ファンの人がやっているバーみたいなので、いろんな日本からワープラーから飾ってあります。撮影してもいいよって思ってたので、ちなみに今試合やってるのはマリンショーがあるそうですね。というわけで今日がもうオランダ最終日です。ですね、さっきお父さんお母さんと、初めてアムステルダムラーメン屋さんを行ってみようということで行ってきました。娘と息子、あと妻はですね、特に妻はちょっと体調不良で、ちょっとあまりの寒さにやられちゃったみたいで、寝てるということで、最終的に最後の夕ご飯はお父さんお母さんと、僕と3人でしかもラーメンを食べるということで行ってきました。今回の旅は結構特別というか、今までの旅って大体自分がこうやりたいこととかここ見たいとかで行くプランを考えるのが普通なんですけど、今回に限ってはお父さんお母さんがいかに喜んでもらうかっていうことがテーマだったので、僕の中ではすごく新しいチャレンジでした。幸いにもすごく喜んでくれたみたいで、特にバルセロナの魚介のご飯が本当に美味しかったと言ってましたし、オランダでこういうところに住むんだとかこういう感じなんだっていうことを見てもらえたっていうのはすごく良かったのかなと思います。僕自身も何回目かオランダに来ましたが、だんだん土地感も出てきてイメージもつかめてきたので、移住に関しても準備をうまく進めていけそうです。というわけで、明日はアンネ・フランクの家に行って、娘がもう食べたい食べたいと言いまくっているパンケーキ屋さんに行って、いよいよ日本に帰るという流れになりそうです。それではお疲れ様でした。